皆さんこんにちは。ネットベースアナリスト横田修林です。今日お伝えする話はこちら、リピーター作りの仕組み100事例に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中ではリピートする仕組みについて10のパターンを通して解説していますが、今日お伝えしますのはその中の罹患型というものについて考えてみたいと思います。ではこちらの事例をご覧ください。罹患型っていうのは主に、お金とか決済に関わるリピートする仕組みっていうふうに捉えていただきたいんですが、今日紹介したいのはですね、先日ニュースにもありましたようにマイナス金利になっていきまして、じゃあどこにね、お金を預ければいいのみたいなことが、テレビの特集であった時に出てたんですけど、ここにありますようにね、百貨店の積み立てサービスとか旅行の積み立てサービスがありますと。で、この百貨店の積み立てサービスは、大丸松坂屋百貨店さんの例だと、毎月ね、1万円ずつ預けたら、なんとですね、1年で1万円利子がつくんですよ。つまり、12万円が13万円になって、年利 8.3% だというような形。で、資料請求が5倍に増えましたというような話が出てますね。あとは、全日空さんとかがやっている、JAL さんもそうですか。旅行の積み立てサービスなんかだと、毎月4万1001円ずつ、こう貯めていくとですね、なんと49万2012円になるんですが、これが、なんとですね、7988円ついて50万円になるんだと。だからもう旅行するっていうことが事前に分かってるんだったら、このような旅行積み立てサービスしてた方が、いいよねっていうような考え方ですよね。このように、企業さんが、普通の銀行予算よりも利率が高いという積み立てサービスをやっているケースって結構多いです。家具屋さんなんかもやっています。こういったものをですね、利用すると、まあ当然ですけど、これお金をね、積み立てるわけだから、そのお店で使うために積み立てるわけなので、当然リピートするわけですよね。旅行行くために積み立てるわけなんで、なので、このようなものを企業として考えていくっていうことも、まあ、リピートする仕組みとしては面白いかなって気がします。もちろんね、お金を預かっていくわけなので、リスクもありますし、なかなかね、中小零細企業では、手が出せないようなリピートする仕組みかもしれませんが、まあ、罹患型は、結構難しいものが多いんですけど、今日は積み立てサービスというものも考えてみると面白いかなと思います。特にブランドのものとかね、高い買い物をする場合は、こういう仕組みっていうのを導入してみるのも面白いかなって気がいたします。はい、今日は罹患型についてね、紹介しました。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。